ダビと申します。本日もねドラゴンクエスト7の実況をやっていきたいと思うんですけども、ちょっと PC がかなり不安定なのでですね、もしかするとすぐに終わるかもしれないです。ちょっとね無茶な設定でやってるんで、よし、続けられたらいいな。はい、今回はね、ウッドパルナに、ですね、なんか、薬をもらいに来たの、そういう感じですね。ウッドパルナちゃんは援護行かなあかんのか。よし、オッケー。過去の援護に行って、おばあちゃんに薬をもらうと。しかも謎の神殿行かないといけないですね。ちょっと待ってください、ね、いろいろ調整しながらいけたらなと思います。よし、次こそ私の名前がこれはよう言うてることですね。こんなことはない。石柱を調べて赤色でしょう。よし、もらうぜ、石板。待ってくださいね、いろいろとね。もうちょっと最初の方はね、いろいろキーをいじったりしまくるんでね、申し訳ない。おっと、よし、これでいいか。弱いっすね、もうここまで来たら。そしてマップにはこの X を割り当てたいな。村ってどこやったかな。そっか、回り込まなあかんのか、どっちにしろ。オッケー、回り込んでこその村、そういう感じでしたね。回り込めないんか。
もうワンランクグラボが、グラフィックボードがいいやつやったらね、多分安定するとは思うんですけど、まあ、配信はできてるみたいなんで、まあよしとしましょうかね。後で見返したらちゃんとした動画になってるんでしょう。やってる方はね、もうディスプレイがついたり消えたりして、かなり不安定な状況です。よし。パミラさん。とりあえずパミラさんに会いましょう。そうですな、ばあさんならきっと力になってくれるはずだ。さあ旅急ごうぜ。そうっすね。力になってもらいましょう。ここか、ここでしたっけ。じゃあ左側ですね。この家やった。あれ、エルマのお店へようこそ。占いはいかがですか。え、ママお願いしましょうか。よっしゃ、ここでもう一回キーパッドを割り当てで、ごめんなさいね、こんなゲームの途中に。ただどうしてもね、いじって、もう解像度をもうめちゃめちゃいじりまくってたんで、なかなかね調整する暇がなかったんですよね。はい、あーよかった。なんちゃって、冗談です、冗談。ちょっとやってみたかっただけ。お茶目だな。パミナ様なら多分長老様のところへ行ってると思いますよ。いやー、またなんか時間が過ぎてしまったんかなと思ってしまった。一瞬お店を間違えたかと思ったわよ。ん、このお姉ちゃん占ってくんねえのか。ん、おお、すまんな。パミナになんか用があったんじゃな。わしがパミナを呼びつけたんじゃ。薬を頼んどいたんでな。この年になるといろんなことも、薬に頼らねばならんこともあるんでな。うーん、身につまされるね、この言葉。やだやだ、年は取りたくないわね。いや、取るんですよ、誰もが。おお、旅だか、久しいの。旅は滞りなく済んでおるのか。おや、どうやら何か困りごとがあるようじゃな。わしでよければ話してみんしゃい。うん、ペのことを話しましょう。ほう、人が石と化すとは恐ろしい呪いじゃな。しかし体が生身のものに戻っておるのならわしの薬が効くかもしれんな。とりちょっと仕事へ戻って薬を探してくるとしよう。いい薬があるといいわね。ふむ、先ほどのお主らの話から効きそうな薬を調合しおいたぞ。さあ持っていくがいい。ありがとうございます。
よし、急いでハーブへ戻ろう。早く直してやりたいぞ。よかったわね。結局息子には本当のことを言ってしまったよ。突然結婚してしまってね。この村で暮らすんだと。わしが病気のふりまでしたのはなんじゃったのかのう。その息子さんは家におるのかな。あれ、踊り子の服してたっけ。あ、ちゃうか。もう着替えてますね、ちゃんと。私は覚えているけど、僕も覚えてますよ。はい。ふふ、ちょっと嬉しいな。結局この子と結婚しちゃった。踊りを捨てたわけでないわ。これからはこの人と二人で人生を踊っていくの。いいっすね、いいこと言うな。いいこと言うすぎ、言うすぎるんで、ちょっとスクショを取っとこう。つまんないの。毒舌やな。まあ、そんな、何年も経ってるっちゅうことですね。お母さんの話聞いたときはちょっと驚いたけど、もう平気さ。愛する人を見つけたんだ。もう旅に出たいなんて思わないよ。おお、数年経ちましたが、おかしなことは起こってません。数年経ったのか。起こってないからそういうことですね。石板の仕組みってどうなってるんだろう。はい。ほんまですね。ちょっと話聞いていきましょうよ。これはどんどん。聞いても仕方ないな。長老、長老。ああ、そうなんか。長老様取り合った。ああ。熱い戦いがあったらしいわよ。旅とはえらい違いよね。ちっ。つんのデレのくせに。落ち着いとるの、何より。なんと旅人の立ちか。これはよくぞ置いてくださった。いや、お懐かしい。あの一言、忘れませんよ。私への感謝も強めてほしいわね。いい夜。まあ、あれを忘れろっておくが難しいよな。ガボは無口ですね。よし、ちょっと待ってください。こうやって時々立ち止まってるじゃないですか。これは何をしてるかというと、ただ単に画面が暗転してるんですよね。真っ暗になってしまってるんですよね。だからね、配信の方やとちゃんと画面になってるみたいやからいいですけど、やってる方は結構ね、反転で大変ですね、これ。なんかいい方法はないかな。よし、まあいいか。祈ってるおかげだな。おー、みんな元気やな。おっつけない。晴れたら最近、私を追っかけるのに気合が入ってないのよね。倦怠期ってやつかしら。
どこやどこや。楽しかったな。待ち遠しいな。追っかけっこ飽きてきたな。そんな年でもないもんね。どこかで見たいような。思い出したよ。あんたたち、この村を救ってくれた救世主様だ。いや、嬉しいね。ゆっくりして行っておくれよ。もちろん、一通り話は聞いていきますからね。止まっとこ、一応。いやー、娘が生まれてからすっかり妻の料理もまともになりましたね。おー、シドネミさん、こんにちは。よろしくお願いします。来てくれて嬉しいですよ。ではちょっと PC がものすごい不安定なんでね、多分めちゃくちゃ落ちると思います。もうそろそろ。さっきからも画面がもう暗転しまくってるんで、ついたり切れたりしてます。よし、よし、戻りましょう。お、オッケー。よっしゃ、聖水を使おう。あれ？こっちか。てってん。あ、効果なくなった。まあいいとしましょうか。もうあとこんだけなんで。よし、次はグリーンフレークですね。グリーンフレークに行きまして、石板を調べる。グリーンフレークにて、ここでいいのかな。よし、行きましょう。テレレ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 レ